4月20日のケリヒメスイーツ、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 4月大丈夫ですよ、壊れてないですよ。てっきりあれだろう、いつもこの実況は合成音声でやっててバグったのかなって思った人が2人いれば幸いです。さて、急いでザックザク堂や支援をまとった強敵2といった金作にいいステージがありますけども、意外とねイースターエッグハントを急いでやった方がいい気がするんだ。あと十何日もあるじゃんって思うけど、これがねいつものケリ姫のことで、次の更新おそらく月曜かな、そこでねもっと急がなくちゃいけないのが出てきそうな気がするんだよな。だいたいね2週間ものとか長めにあったりすると、もうちょい長めかな、そういうのがあると、あ結構期間あるからゆっくりやろうと思ったら別のイベントがかぶりで来て、いかん急がなあかんってなるのがヘリ姫スイーツですので、悠長に構えてる暇はもしかしたらないかもしれない。おっと、そしてこれ王冠取れてるか、15個で足りるかな。とりあえず乱入、はい、バーバーしまして、次へ、このさ次への位置でがさ、この蹴っ飛ばすと退散するの真ん中あたりに来るじゃん。で若干右寄りに、なんだろう、それをね、あ17個以上、はいダメっすね。でそれで押しミスがあって、この間は退散してしまった。なんか何回でも乱入ボスと戦う機会はあっても、そういうミスって入れない、逃してしまうと妙に悔しい。でここでもいい売りアイテムが出てくるんで、ほんと今なんだろう、お金を稼げっていう期間なのかな。でこっちがまだノーマルしか行ってないんで、レッツゴー、テクニカル行こう。ただ今日でテクニカル全部っていうのは、一番手前のをかすめるように取った方がいいかな。ノーマルの最後14個、うん、14個だったらなんとかなるかな。ほい、チョキ系だから広範囲のアルマドでも打っておきましょう。よいしょ、体で少し王冠を取りつつ、わーギリギリじゃねえか。14個でいいんだよね確か。で持って乱入ボス、いやー蹴り待ちがないからとてもありがたいぜ。強戦士を何度も連続で出せるこの喜び、頭に乗ったまま。ここでこっちのヘラクレス出してもいいけども、どうせ次のターンでオーバークリックから一発ぐらい出んでしょうっていうことで、番で青箱を稼いどく、ほいといった時に限って全部ミスなんてこともありえたけども、無事にクリア。でドレスをゲット、これは前から持ってるやつかな。アイテムも取ってと、一応この卵は装備を作成するときに数パーセント上がるからないよりかはマシなんで、稼いでおいていいんじゃないかなと。よし、じゃあテクニカルもやってみよう。ただチョキ属性なんでこっちのグーとかでスパッといける。大冒険の始まりよ、よし
あれだったら、初手はもう毎回アルマド出してもいいかもね。蹴り待ちないし。なんか蹴り待ちがあるステージが最近続いたせいで、それを考えて打つようになっちゃったんだよね。最初にこれを出せば、3つ目以降のバトルでまた使えるから、みたいな考え方で、あえて先に出して、とか。ちなみにここは10個。よし。じゃあ適当にやっちゃおう。なってと。はい、無事破壊。乱入と。で、左寄りにタップ。右寄りにやっちゃうと退散しちゃうからな、気をつけろ。よし、まあ、残ったら残ったで、またバンで、青箱稼ぎをしてって、やっちゃえばいいので。2蹴り分ぐらいだったら、そんなに苦労もないんで、まあ許そう。さあ今日はここしかやってないな。あとで回す。今、プレチケ何枚 ?3 枚。うん、まだ回さない。あとはないかな、もう。とにかく、イースターしちゃえばいいかな？じゃあテクニカルのこっちを進めよう。一応強戦士を連れてっちゃう。いなくてもなんとかなるだろうけども、楽に済むなら連れていくに越したことはない。大冒険の始まりよ。よし。早く俺も欲しいぜ。また課金してピックアップスロット回しとくのもありだとは思うけど、確率表記がされてないからね、信用ならないんだよな。ほい、うわーちょっと上すぎたかなと思ったら本当にダメだった。こういう油断しているとこういうミスもあると。このボスのところにこの卵持ちの天使みたいなやつがいるとなんかシュールだな。そこはお前がいていい場所じゃないぞ。あぶねー反応が悪くて助かったぜ。また退散するとこだった。いらないチケットがゲット。うん、やっぱりテクニカルの最初のあたりだとアイテムの集まりも悪いんで、とっととこのランク10最後のところがやりたいね。そこを守るじゃない、回るに限ると。さてとりあえず今日はこれぐらいにしておこうかな。明日金曜日の更新で、なんだろうな、変な追加はなさそうなんだよね。なんか地味な変更というか、これだけ結構いろんなステージを追加してるから、あ、そういえばスケジュール書いてあったな。イースターのやつのもう一つが出てくるのかな。スケジュール、4月25、あ、違うね、金曜日じゃない、火曜日か。なんでまた火曜日にしてんだろう。月曜日に直しちゃっていいじゃん。なんかね、祝日とかあったわけじゃないのに、このずらしたのは何だったんだろう。てな感じで、今はこの支援をまとった強敵とかを忘れずに入っておきましょう。じゃあこれぐらいで今日はおしまい。また明日。